今回は軟式女子全国大会に初潜入してきました。そこには我々が初めて見る世界、感動が広がってました。どうぞ。はい、お二人さん、はいよ、はい、お疲れ様です。ジュン、はい、江戸川球場に来た。はい、江戸川球場ですね。江戸川球場に椿があると来てるのは、はい、なんと全日本女子軟式野球選手権大会です。全国大会ですよ、はい、今日行われてると。江戸川球場で。そうなんですよ。なるほど。しかも、はい、私の出身チームであるなんと苫小牧ガイラルディアが出場してます。おお、なるほど、ね、そう、はい、潜入したいと思います。 OK です。プロ野球は約100年前から始まり、そしてこの女子軟式野球は約30年前から全国的に組織づくりが進められました。この大会はその頂上大会として創設され、軟式女子であれば皆が憧れる大会なんです。攻撃はガイラルディアさん、そして先頭バッター、これがいい当たりで左中間を抜けました。まるで日本ハムファイターズの清宮選手のようにカラッと体を回して器用に打ち、その打球は右中間へ飛んでランニングホームラン。苫小牧ガイラルディアさん初回から打ち込みます。とここで守備猿潤さんがスタンドである方を見つけます。なんでいるんですか？なんでいるんですか？なんですか？今ちょっと大事なとこですよ。感染です。感染ですよ。プライベートですか？もちろん。当たり前でしょ。あっち行ってくれる？うん。いや、真剣だから。采配振るってるから今。次、初球変化球ね。いやいや。脱線して申し訳ありません。次はガイラルディアさんの守備です。ホームランも出て押せ押せのムードですが、相手チームも負けておりませんでした。バシッと振り抜いたこの打球がライトを越えました。この日の気温は33から4度、とても暑いですが、この全国大会絶対負けたくないという気持ちが前面に出て、最後はヘッドスライディング、ランニングホームランでございます。このような熱いプレーはチームを鼓舞して雰囲気を変えます。私も心を震えました。ナイスプレーです。ですが抑えのマウンドに上がった宮田投手は冷静でした。ラストバッター、変化球で三振を取り、ゲームセット、この試合の勝利をつかみました。試合後、監督さんと最後にマウンドに上がりましたキャプテン宮田投手にお話を伺っております。どうぞ。はい、加藤さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、全国大会1回戦、はい、初勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしいですね。久しぶりです。歴代先頭バッターが何にもホームラン、内角もくるとうまく回転して、あの子が練習で一番最初にバテて車でダウンしてそうなんですね。暑さでダウンしました。もう椿選手がいなくても全国優勝できそうなんで、大丈夫です、はい、大丈夫みたいです。頑張って頑張って。特に選手時代の椿美穂さんはどういう選手だったんですか？いや、もう私このぐらいのとこから、はい、このぐらいのとこから見てました。だいぶ小さいですね、はい、まあ、ユーティリティ選手で、はいはいはい、ピッチャー、キャッチャー、はい、野手、外野手、うん、まあ、ゴール前でどこも守れるピッチャー活躍しました。一応クリーンアップ言ってましたね。今ちょっと YouTube 用のコメントそうです、はい、宮田キャプテンに来ていただいてます。はい、キャプテンの宮田選手。宮田キャプテンですよ、はい、今日はもう本当センターの守備もそしてバッティングも最後に球が速くて変化球も切れて、はい、コントロールもいいと、はい、なってきたら、まあ、なかなかもう相手の選手がやるぞってきたところに、はい、うわ、ここでいいピッチャー出てくるっていう、はい、のは素晴らしいなと思って、はい、何キロぐらい出てるんですか？でも大丈夫です。中学生の時は110ちょっと出てましたね。もう椿ちゃん後輩だよね。後輩です。ちゃんと球を受けてます。先輩この間に103キロ出して大喜びしてた。しょぼい。ありがとうございました。ありがとうございます。
そしてガエラルディアさんと最後に、はい、せーの、右足左足国吉今回国吉 TV で初めて軟式女子の大会を見ましたが、全力で白球を追いかける姿、熱いプレーを見てとても感動しました。そこには普段の可憐な姿ではなく、一つ一つのプレーにひたむきな野球人がいました。今回は潜入させていただきありがとうございました。これからも国吉 TV では野球女子を応援していきます。